月の3日、今日はね我々が今宿泊してる歌集は超えて大門玉門玉門、中国語で有名って言うんですね、多分有名、そこを越えていきます。その次はね、有名の次がいよいよ酒泉に入りますね。ちょっと大きな町らしいですけどね、酒泉はね、のんべいが多いみたいですね、酒泉は。酒の泉って書いてね、酒泉。まあ冗談ですけども、もう着々とね北京に近づいてますね。なんか北京までまだ数千キロあるんだけどね、でもなんかそう遠く感じない分なってきましたね。今日もね天気予報だと東からの風が昨日と同じぐらいの強さらしいですけども、つまり向かい風ですね。でも今のところ大丈夫ですね。まあこのまま穏やかに風が吹かないでいてくれるとありがたいですけど、今日も43キロ頑張ります。おはようございます。そうですね、今玉門に向かって行きます。なんか玉門って中国のなんか石油一番最初に発掘したところってことで、なんか中国でもすごい有名らしいです。もうすぐね、この中国の中で、半分ぐらいになるんだと思うんですけどね、もうちょっと頑張れば、いよいよ考えてきております。この、乾いたね、砂漠もうちょっとで終わると思うんで、またもう緑のね素晴らしい中国が見れるのかなと期待しながら今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。5月3日、河津砂漠地帯の中ランナー走っております。今日は昨日より、若干向かい風は弱くなっていますが、奥の風車は風力発電所はすごい勢いで回ってます。道路公団の方です。もうすぐ10キロ地点です。ガリバー号はこのまま10キロ地点へと先回りしていきます。現在8キロ地点、残り2キロで10キロです。